よみちょぱとあいみょんとゆきぽよをようやく使い分けられるようになった工藤浩二44歳でございます。今週も北海道は札幌から投稿いたします。僕は本名でお芝居やってますけど、時々芸名というか本名じゃない名前を作っとけばよかったと思うことはありますよ。でもね、それはそれでタイミングを逃しちゃいましたから今更って感じなんです。と言っても浸透してるのは苗字の方で、おい工藤さん、工藤ちゃん、お前、この野郎、だいたいこの5つですね。今日から僕が自分で自分のことをコウタンって呼んでって言ったとしても、まあ浸透するには相当な労力がいるでしょうし、そんなことに力使うくらいなら他のことに使えよってことになりますわね。ですからね、解明に成功したタレントさんなんかちょっとすごいと思うんですよ。クリームシチューさんしかり、サマーズさんしかりですけど、ホッシャンさん、クッキーさんといったお笑いから女優のノンさん、古いところでは三輪明宏さんもそうですけどね。これなかなかリスキーだからすごいですよ。そこを行きますと、落語や歌舞伎などの伝統芸能の世界では襲名という制度がございます。あれいいですね、格式があって。ただプレッシャーも相当なものでしょう。それに歌舞伎の世界なんか見ますと、次から次に名前が変わって何が何だかわからないようになることもありますよね。松本幸四郎さんですとか、僕の中での幸四郎さんは九代目幸四郎さんで、現在は二代目松本白鸚さんで、現在の十代目幸四郎さんはかつての七代目市川染五郎さんですが、じゃあ今の染五郎さんは七代目の息子さんでまだ15歳なんですね。で、この染五郎さんにいずれお子さんができると、また染五郎の名前がそっちに継がれて、お父さんは新たに11代目幸四郎を継ぎますから、今の10代目幸四郎さんは3代目松本白鸚になって、そしたら今の白鸚さんは何になるんでしょうね。まあ、ややこしい世界でございますが、
こういうのを名跡と言いまして、まあいいか悪いかは別にして、世襲が基本の歌舞伎はそうでもないんですが、そうではない落語の世界では、誰がその名跡を継ぐかでたびたびトラブルが起こります。トラブルというほどのものではないのかもしれませんが、例えば林家正蔵という林家の大名跡、これは前の小武平さんが現在九代目を継いでいますが、八代目の正蔵さんは一度その名跡を継いだ後に名前を返上して林家彦六を名乗ったんですね。上方でも笑福亭松鶴の名跡ですとか、いろいろややこしい話があるんですが、それは今日のお話とは全然関係ないんで、詳しく知りたい方はご自身で調べていただくか、僕にメールをください。メールでは僕の認識を、懇切丁寧にご説明いたします。まあそんなわけで、初代工藤浩二がお送りする今週のお話、今回は伊達家が治めていた奥州は仙台を舞台にしたお話でございます。名跡とはいかなくても、後世に名を残した方は数々いらっしゃいます。職種も様々ですが、大工さんの方で、それも彫り物、細工物の方で名前を残した人に、左甚五郎利勝という人がいらっしゃいます。この人は左利きだったために左姓を名乗ったという説もあるんですが、調べてみますと、大層旅の好きな方だったそうでございまして、おいさん、おいさん、なんだい坊や、おいさんは旅の人ですか？ 坊や、おじさんのこのなりをご覧、鉄鋼脚板にわらじ履き、肩に小さな振り分け荷物、おじさんは旅のものだよ。こんばんは、仙台へお泊まりですか？そのつもりでいますよ。でしたら、よかったら、うちへ泊まっていただけませんか？坊やは旅の客引き参加？ああ、そうだね。どこへ泊まるのも同じだ。声をかけられたのも何かの縁。坊やんとこに厄介になろうか。泊まってくれますか？ありがとうございます。ただおじさん、うちは汚いですよ。ああ、うちなんざ汚くても構わないよ。部屋も狭いんです。ああ、部屋なんぞ狭くても構わない。おじさんは寝るとき、布団いる？坊やはさっきから妙なことを言うな。人間寝るときは布団をかけたり引いたりするな。じゃあすいませんけども、先に20文だけくれませんか？20文だけ前払いかい？そうじゃないんです。布団屋さんに借りがあるんです。だからお足を持ってかないと布団が借りられないんです。坊やは正直者だ。20文でいいのかい？よし、ちょっと待ってな。じゃあこれを、ほら、20文だ。これで布団屋さんに行ってきておくれ。どうもありがとうございます。あ、それからおじさん、これからおじさんをうち案内して、で、それから布団屋さんに行ってると遅くなります。遅くなるといい布団が借りられないんです。すいませんけれど、一足先に行っててくれませんか？いいえ、すぐにわかります。この街道をまっすぐ行きますと宿場に入ります。で、宿場へ入ったら右側を見てってください。宿の中ほどの右側で、虎屋という大きな旅籠があるんです。宿の中ほどで虎屋さん。そこが坊やのうちかい？うちはその蓮向かいでネズミ屋と言うんで、気をつけてみたって見落とすくらい小さなうちなんです。だからその虎屋さんを目安に行ってください。虎屋さんの蓮向かいでネズミ屋さん。これはまた面白い名前だな。よし、わかった。じゃあおじさんは一足先に行ってるから、布団屋さんの方を頼んだよ。旅人は雪暮れ岳の村雀、泊まりては立ち、泊まりては立ちということを申します。現在の旅行とは違いまして、当時の旅、頼るものと言いますと、自分の足一つ、苦しいこともあった反面、風情もあったようでございますが、さすがに伊達家62万石のご城下だ。大層なご繁盛だな。宿の中ほどで右側。ああ、あれかい、虎屋さんというのは。はあ、名は体を表すというが、こりゃ立派な建物だ。誰が建てたのかは知れないけれども、いや、腕のいい大工がいるんだな。仕事といい、木口といい、こりゃ大したもんだな。江戸へ持ってきても決して引きは取らない。はあ、立派なもんだ。で、その蓮向かいでネズミや、
はあ、これも名は体を表したね。よくこんな細かなうちがあるもんだな。ネズミはネズミでも20日ネズミだな、こりゃ。はは、面白いじゃないか。はい、ごめんなさいよ。へい、何かご用でございますか？お客様、泊まっていただけますか？ありがとうございます。せがれがお伺いをいたしましたか。早速、おすすぎの支度をしなくてはならないんですが、あいにく手前腰が抜けてて立てませんので、どうしたらいいかな。そこに、手桶と履き替えの草履がございますんで、裏の小川でそこでおみ足などを洗っていただきたいんですが、そうかい。で、お父っつぁん。手桶はいいんだがね、履き替えの草履が片っぽ、鼻緒が切れてますな。さようでございますか。それは気がつきませんで。それでしたら片足でぴょんぴょんと。なるほど、これは実の親子だ。お父っつぁん。これは綺麗な水だね。流れは小さうございますが、広瀬川に注いでおりますんで。そうかい。いや、こんな綺麗なところがあるんなら、なまじ水を取ってもらうより、足は自分で洗った方がいい心持ちだよ。おじさん来てますね。すぐわかりましたか？坊やか。すぐわかったよ。布団屋さんへ行ってきてくれたかい？行ってきました。布団はもうじき来ますから、安心してください。それから、おじさん、ご飯食べますか？そら、旅籠屋へ泊まったらご飯ぐらい食べさせておくれよ。じゃあ、今からご飯炊いたり、おかず煮たり焼いたりしてると遅くなりますから、お寿司でも、そう言ってきましょうか。寿司か。寿司。いい魚があると聞いてるからね。寿司で構わない。そうっすか。どのぐらい行ってきますか？ 8 人前とか16人前とか。いやいや、おじさんそんなにはいらない。1人前でも多いぐらいのもんだ。いえ、私もお腹空いてますしね。お父っつぁんもお寿司大好きですから。そうかい。わかった。面白い子だね。何でも正直に言っちまう。子供はそれでなくちゃいけない。さあ。じゃあ、ここにね、二分あるから、これでお酒を二升、せっかくですが、私もお父っつぁんもお酒飲めないんで、坊やたちに飲ますんじゃない。お酒はおじさんが飲む。で、あと余ったのでな、寿司の五人前でも十人前でも好きなだけそう言っておいで。すいません、子供の言うことにお腹立ちも。いやいや、お父っつぁん、気にしなくていいよ。気をつけてな。ご苦労様。いい子だね。いくつだい？12でございます。12？ ほう、12なんて年頃は、まだ近所の子供と駒回したり、タコをあげたりして遊びたい盛りだ。それを宿外れに立って、一人でも二人でもお客様を引っ張ってこようってのは偉いじゃないか。だけどね、お父っつぁん。旅の風来坊がこんなことを言うのは失礼だけどね。いくら感心なこと言っても、せがれはまだ12だ。ましてや、お父っつぁんはその体。中には気悪くしたり、腹立てるお客もあるんじゃないのかな。さようでございますな。せがれがせっかくここまでお連れをいたしましても、もうここを覗いただけで、こんなところに誰が泊まれるもんかと悪態を残してお立ちになる方がほとんどでございます。そうか。そうだろうね。まあまあ、余計なことを言うようだが。坊やは子供らしく表で遊んでもらって、商売の方は誰かわかる人を頼む。物入りかもしれないが、その方が泊まるお客さんも安心をして羽を休めることができるんじゃないかと。いやいや、ごめんなさいね。余計なことを申し上げました。いえいえ、ありがとうございます。いろいろ親切なお言葉をいただきました。その、お客様に甘えて、私の愚痴をちょっと聞いていただきたいんでございます。いえ、私は元はその、向かいの虎屋の主をしておりました。お父っつぁんが、虎屋の、ほう、何かありましたな。5年前になりますが、女房に死に別れました。奉公人を30人から使っておりまして、とても私一人では目が行き届きませんで、早く後添いをもらえといろんな話が来るんでございますが、まあ、いずれも帯に短し、たすきになんとやらでございました。
私のところで女中頭をしております、おこんという、これがうちに古くからおりまして、もう隅から隅まで何でも心得ておりまして、私はそのおこんを後添いにしたんでございます。ああ、気の利くいい女房をもらったと、私も安心しておりました。と、その年の七夕様でございました。ご案内でもございましょうが、この仙台の七夕というのは大変な賑わいでございます。近郊近在から大勢の方がお集まりになりましてな、どこの旅籠もいっぱいの人、私のところも上も下も泊まり客であふれんばかりでございました。で、そのうち2階のお客様同士で喧嘩が始まりまして、どちらに大怪我があっちゃいけないと私止めに上がりましたが、荒れております。小鉢は放る、皿は割る、あっち押され、こっち押され、どなたに押されたんでございましょう。思い切りドーンと突き飛ばされましてな、一気に2階から土間へもんどり打って落ちまして、打ちどころが悪かったと見えて腰が立ちません。すぐに離れ床を引いてもらいまして、医者よ薬よ舵きとあらゆる手を尽くしたんでございますが、とうとう腰は立たずじまいでございまして、それから商いの方はどうもおこんに任せっきりでございました。それからしばらくして、手前どもの一軒置いた隣に、生駒屋という旅籠屋がございまして、これと私はもう子供のうちからの喧嘩友達、よく見舞いに来てくれました。ある時、その生駒屋が、おい、うへい、ああ、申し遅れました。私、うへいと申します。おい、うへい、お前、せがれの体見てやったことがあるか？お前の腰が抜けたのは知っていたが、両腱までふ抜けになっているとは思わなかった。お前みたいな薄情な奴とはもう金輪際付き合いはしねえからな、と畳を蹴立って帰りまして、妙なことを聞くもんだな、おかしなことをと思っておりますに、せがれが寺子屋から帰ってまいりまして、おいお前、裸になってごらんと申しますと、もじもじして着物を脱ごうとしません。裸にならねえか！大きな声を出しますと、しぶしぶ脱いだのを見て驚きました。体中生傷だらけ。お前その傷はどうした？近所の子供と喧嘩をしたと申します。バカなことを言うな。子供の喧嘩でそんな傷ができるわけはねえ。本当のことを言ってみろ！と申しますと、せがれは裸のまんま私の首ったまへしがみついてまいりまして、お父っつぁん、おっかさんはなぜ死んだんだと言われた時には、さすがに参りました。ああ、自分のことばかり考えておりましてな、せがれの方への気遣いが足りなかった。話には聞いておりましたが、母親が変わる、ママ子いじめと言うんでございますかな。いやいや、うちだけじゃない、外でもチクリチクリとやられていたようでございます。はあ、そうか、お父っつぁんが気づかなかった。気の毒なことをした悪かった。これから目の届くところで一緒に暮らそうと、この向かい側が物置でございましたんでな、番頭の牛蔵というものに言いまして、私とせがれは前の物置へ身を引くから綺麗に掃除をしておくようにと、それから親子二人でこちらへ移ってまいりまして、三度三度のものは前から運ばせておりましたが、二月もいたしますと三度のものが二度になる、しまいには一度になりまして、せがれを取りにやると、今お客様の忙しい時に病人の世話なんぞしていられるか。せがれの頭はぶったとか殴ったとか。私は腹が立ちましてね。いくら子供とはいえ、主のせがれ、番頭が手を挙げるとは何事だ。腹は立ちましたが、腰は立ちませんで。生駒屋が、ああ、お前たち二人の食べるもんは私が何とでもしてやる。もうそれからは三度三度生駒屋が運んでくれまして。で、またある時、
その行く前が血相を変えて飛び込んでまいりまして、おい、ウヘ、前の虎屋をいつ番頭に譲り渡したと申します。バカなことを言うな。そんなことをした覚えはないと言うと、いや、そうではない。あんまり番頭のやり口がひどいから文句を言いに行くと、行く前さん、この虎屋と前の旦那様とはもう何の関わり合いもございません。これをご覧くださいと見せられたのが、譲り渡しの証文。首と引き換えの判が押してある。お前あの判はどうした？しまった。おこんに預けっぱなしだった。気がついたときはもう後の祭りでございまして、どうしたものかと途方に暮れておりましたら、生駒屋が、いいか、気短なことを考えるな。坊やが大きくなればまた楽しみも生まれる。それまではうちで世話をさせてもらうよと言ってくれたんですが、せがれが気丈でございましてな。お父っつぁん、いつまでも生駒屋のおじさんのお世話になっていたんじゃ申し訳がない。幸い2階に6畳2間があるんだ。ここにお客様をお泊まりいただければ、親子2人で何とかやっていける。お父っつぁんおいらが表へ出て客引きをするよと毎日宿外れに立ちましてね、せがれがまあこの町に入ってくる旅のお方のうちなるべく気の弱そうな優しげな人に声をかけると、そういうわけでございます。そうですか、お家乗っ取りという芝居では聞いたことがありますが、ひどい話だね。じゃあその、お前さんの腰が良くないのを幸い、三月半年と経つうちに番頭がおこんさんの袖を引っ張ったってやつだ。そうですか。で、この、ネズミ屋という屋号は、前の虎屋は番頭に乗っ取られましたが、その自分ここは物置でネズミがたくさんおりましてな、それをまた、私とせがれで乗っ取ったようなものでございますんで、ネズミにギリ立てまして、ネズミ屋といたしました。はあ、そうかい。ネズミにギリ立てるってのは面白いな。お父っつぁん、このうちにコッパあるかい？コッパと申しますと、柱の切り傷、板っ切れ、薪みたいなもんでいいんだがな。ああ、それでしたら、ここは物置だったんで、土間の隅にいくらでも積んでございます。そうかい。それじゃあね、私が一人でも多くのお客様に泊まっていただけるように、一つ、ネズミを掘ってみよう。ほうほう。あ、お客様は掘り物をなさるんで。ああ、さようでございますか。この仙台にも名の通った掘り物師がおります。また仙台港お抱えの掘り物師もおりますが。あ、これは恐れ入ります。自分のことばかりベラベラと。まだ宿帳をつけさせていただいておりません。腰は立ちませんが、筆は立ちますんで。ご小国はどちらでございましょう？飛騨の高山です。ああ、そんなご遠方から、はるばるこの仙台まで。いやいや、もうね、直に来たわけじゃございません。江戸へ出て10年は越しますかね。日本橋の立花町に大工の正五郎という名人の棟梁が、いや、そこへ転がり込んで厄介になっておりましたの、この棟梁、若死にをいたしましたんでな、二代目のせがれがなんとか形になるまでの後見人というのも生意気な話ですが、気がついたらブラブラと10年の居候暮らしで。ああ、さようでございますか。立花町の大工の正五郎様のお身内でございますか。へへ、お客様のお名前は、それなんですよ。いや、それがね、仙台に入るまではちゃんと覚えていたんだけどね、いやー、なんだかこの暑い中を道中してきたのがいけなかったのかな。名前が出てこない。この辺まではあるんだけどね、思い出したら名乗らせてもらいますから、大工正五郎うち居候とでもしてもらえますか。のんきな人があったもので、さあ、明くる朝までに小さなネズミを一匹掘り上げます。坊や、坊や、ああ、おはよう、おはよう。おじさんね、
こんなものをこさえたんだ。ああ、どっかへ収めておきたい。あ、たらいがあるね。使ってないだろう。ほこりがかぶってある。こっちに持ってきておくれ。それからね、脇にあるのが竹の網か。うん。それを蓋の代わりにしておくか。え？ああ、こらね、ネズミだよ。元気のいいネズミだからね、どっかへ逃げたりするといけないから。え？木で掘ったものは逃げません？あはは、それがね、元気がいいと逃げることもあるんだよ。あ、筆と硯をちょいと貸してくれ。たらいの底に何やら書き記しますと、掘ったばかりのちっぽけなネズミをたらいに収めまして、竹の網をかけますと、お父っつぁん、厄介をかけましたな。また縁と時節が合いましたらお会いをしましょう。とひょいと出かけていきます。入れ違いにこのネズミ屋さんに現れましたのが、ご町内ご近所の二人連れでございまして、どうも、お父っつぁん、おかわりねだがね。あー、なんだい、まあまあ、しばらく鼻の頭も見せないで、風邪でもひいたんじゃないかと心配をしておりましたがな。あー、風邪なんかひかねえ。まったくそうだ。やぼな体ではねえだ。貧乏、暇なしってんだな。顔出せなかった。今すれ違いに立った方は、お泊まりになった方かね。ああ、そうかい、そうかい。いや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 、泊まりの方があったならな。ネズミ屋さんも、あれ、なんだ、たらいが出て。ああ、今お立ちになったお客様が掘り物をなさる方で、ネズミ屋でございますんで、屋号にちなんでネズミを掘って収めてくれましてな。こういうものを見ながらお泊まりになるひょうきんな方でもおいでになったらよろしかろうと。おお、ネズミ屋さんだでネズミを掘ってくれたか。ああ、そうか。いや、今すれ違いに出た方、掘り物するでネズミ屋だでネズミを、見ていいだか。木で掘ったネズミだで、色はおかしげだけども、元気なネズミでねえか。ああ、たらいん中うろちょろ動いて、おおおおい、日本語で言え、日本語で。なんだ？ねえ、ネズミが元気に動いてる。バカか、おめえは。あのな、木で掘ったものは動かねえんだ。おめえ自分の体が動いてるから止まったものが動いてるように見えるんだ。木で掘ったものがおめえ動くなんてそんな話は聞いたことがねえだな。これどれ、あ、で、うわー、元気いっぱいでねえか。おい、たらいの底になんか聞いてある。飛騨高山。神五郎作福ネズミ。飛騨高山神五郎。名人の神五郎先生。はあ、えれえもんだ。名人が掘ったネズミで、ああ、元気いっぱい動いて。まだここになんか消えてある。なんだ？なお、このネズミをご覧の方は、旅の方、土地の方を問わず、ぜひネズミ屋にお泊まりのほど、御願い申します。左神五郎。はあ、おい。今晩二人でここさ泊まらねばダメだ。はあ、バカこぐでね、おらんちはそこの路地入って二軒目んとこだぞ。二軒目だろうが三軒目だろうがおめえ、名人の神五郎先生に泊まってくんろと頼まれて泊まらねえわけにいかねえ。こら、ダメだな、弱ったね。レモの見じまったからいかねえよ。おらんとこのかがは、はあ、えりえ、やぎもちやぎだでな。おら、ネズミや止まってきたらなんて、何こぎやがる。わざわざそんなのことをするか、バカがいるけ。やろう、またどっか行って悪いことでもしてきたんでねえか。って、えりえことになるぞ。まあ、仕方ねえ。おらに任しとけ。おら、一緒になって、はあ、言い訳ぶってやるから、まあ、仕方ねえ。止まるべや。お父っつぁん、こんばんは。二人厄介になりまして、お泊まりをいただけますか。 ありがとうございます。
と二人がネズミ屋さんに宿を取りまして、一晩がかりでよもやま話を聞かされます。お家乗っ取りに成功した元番頭の牛蔵、この悪行の数々、それから昨夜名人の甚五郎がこんな風にして過ごしたという聞いた話を家へ帰ったこの二人、腹に収めておけるという太刀じゃないんですね。もう聞かれないうちに隣近所へこの話をベラ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 、これを聞いた人は、じゃあ行ってみよう。ネズミを見て驚き、いやー偉いもんを見た、じゃあ今晩厄介になりますよ。一晩がかりで話を聞かされて家へ帰って、これをまた隣近所へベラベラ喋ろうという。さてこの左甚五郎という人、お金を山と積まれても自分の気に入らない仕事には飲みを持たない。ところが一文の銭にならなくても、これだと思う仕事には魂を打ち込んでは当たります。そういう名人が掘ったネズミなのだから動くのも頷けるというもので、幾日もしないうちにネズミ屋さんのネズミを見ながら泊まってみようというツアーまで始まるという、もう大変な人手でございまして。ごめんください。はいはい、どうも。二人浜松からやってまいりました。ご苦労様でございます。泊まりに来たんですが、申し訳ございません、お泊まりにはなりませんで。旅籠やめたんですか？いえ、旅籠はやっておりますが、お泊まりにはなりませんで。いや、浜松から来たんですよ。そう申されましても申し訳ございません。四つ筋のところに今立ってらっしゃる、あの方がこちらへお泊まりになられる順番をお待ちの先頭の方で、で、その行列の最後が、名古屋だと聞いておりますんで、名古屋へ行って並んでいただけますか？浜松から来たんですよ。どこから来ても名古屋へ行って並んでもらいたいんです。二人、もうご覧の通り、六畳が二間なもんでして、この下の奥、こちらはせがれと私が使っているんですが、そこも今晩、四十七人様がお泊まりになりますんで、座敷で手足伸ばして休もうという贅沢は言わないんで、廊下は十六人様がお泊まりになるんですよ。便所は八人様が、屋根四人上がっておりまして、とまあこんな具合に次から次へとお客様がやってくるというので、脇の空き地に建て増しをいたしまして、それから女中さん、料理人を雇うというネズミ屋さんは大変な繁盛。これに引き換えまして、向かいの虎や牛蔵というのはそんなにひどいやつだったのかと、この噂も広がったために、お客様はどんどん減っていき、しまいには常宿にしていたお客までピタッと来なくなりました。大きな店を構えていて、30人の上から奉公人がいて、お客様が一人も来ないというのは宝の持ち腐れでございます。奉公人も5人辞め、10人辞め、しまいにはおこんと牛蔵を2人きりになってしまいました。さあ、怒ったのは牛蔵でございますが、実は牛蔵の方にも理屈がございまして、というのはこの牛蔵とおこん、前々から男と女の関係でございました。主が見て見ぬふりをしてくださるもんだという錯覚をしておりまして、それがおかみさんが亡くなりますと、右兵がこのおこんを後添えにしてしまったものですから、牛蔵としては好きあらば何か仕返しをしてやろうと虎視眈々と狙っておりました。5年前の七夕の晩に主が2階から落ちて腰を打ち、立てなくなったのを幸いにおこんさんとまた玉戸を引きました。結果、おこんと牛蔵が焼けぼっくいに火がつきまして、よりが戻ります。そうなると右兵とそのせがれが邪魔になってしょうがないもんですから、とうとういじめ倒して二人を物置へ追いやって、うまーく虎屋を乗っ取りましたが、さて一人もお客様が来ないとなるとどうしようもありません。畜生、ネズミ屋の野郎、味の真似しやがって。向こうが甚五郎だったらこっちにも考えがある。ちょうどこの時代、三代将軍家光公の世でございます。この方は何かこう文化工芸、そういうものがお好きだったそうで、毎年掘り比べというのを、まあ十二支の干支にちなんでやったという、そういう話が残っているんだそうですが、ちょうどネズミ年の時だったそうです。江戸へ出てきた甚五郎が、そのまだ全国区ではない頃で、まあ名人の何やらそんな人がいるという噂はありましたが、この人だと特定されるほどではない、まあそんな折にネズミの掘り比べ
調べをするという、腕に覚えのある者がネズミを掘って江戸城に集まります。作品の裏底には名前が書いておりまして、それを伏せてありますから、置いてあるだけでは誰の作だかわかりません。それこそ江戸城の大広間がネズミ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 とこう、さながらディズニーランドのような状態でございまして、でこれだけの彫り物が揃うとどれが一番というのがもう決められません。家臣に作詞がおりまして、この大広間に猫を一匹放したんだそうですね。で、この猫が脇目も振らずにまっすぐ駆け出して加えて外へ持ち出したそのネズミ、裏を返してみれば、甚五郎利勝と書いてありました。なるほど、あっぱれ甚五郎ということで、それからこの甚五郎が江戸でも名人の名を欲しいままにしたという逸話でございます。まあ、こういう話が伝わると、後でそれを調べ直す人というのがよくいるんですね。後でよく調べてみたら、他の人は木で掘ってあって、甚五郎だけ鰹節で掘ってあったという、まあそれが本当ならやっぱり名人というのは頭の方も知恵が効くもんだと思いますが、その甚五郎と昔腕比べをして破れ面目を潰された彫り物師に飯田丹下という人がありまして、ちょうどこの当時仙台港のお抱えとなっておりました。この飯田丹下のところにやってきたのが牛蔵でございます。先生、実はこういうわけで甚五郎がネズミ屋にネズミを掘りまして、これが動くために手前商いに難渋しております。お礼はいかほどでも差し上げます。どうか虎屋にふさわしい虎をお掘り願いたいと存じます。何、甚五郎がネズミを掘った？甚五郎がね。よし、わかった。相手が甚五郎なら不足はない。掘りましょう。この飯田丹下が三日三晩かけて掘り上げた大きな虎。これを虎屋の二階の手すりのところにデーンと据え置きますと、この虎がネズミ屋のネズミを上からカッと睨みつける格好になります。すると今までちょろ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 っと動いていたネズミがピタッ。おい。お父さん大変だ、ネズミが。なんだ、店先でそんな大きな声を出すんじゃない、みっともない。どうした？ああ、ネズミが動かなくなった。なんで？ほう、虎へ虎が座った。どこだその虎というのは？二階の手すりで。ちくし、牛蔵のやつ、あんなにまでして。右兵が腹を立てた途端に腰が立ちました。これは腹を立てたから腰が立ったんじゃないんです。腰はもう2年も前に立ってたんですが、立たないと思って立たなかったから、立たなかったところで腹を立てて腰が立ったという、わかりやすい結果でございます。早速江戸の甚五郎に手紙を書きまして、私の腰が立ちました、ネズミの腰が抜けました。こちらもわかりやすい内容ですが、手紙を読んだ甚五郎、二代目政五郎を連れまして再び仙台へ乗り込んでまいりました。お父っん、久しぶりだね。先生、その説はありがとうございました。おかげさまで元のような商売ができるようになりまして。ああ、そりゃ何よりだ。宿外れでおじさんと声をかけられて、顔を見ても誰だかわからなかったよ。坊やがいい青年になった。先が楽しみだね、お父っん。いや、積もる話は後にしよう。手紙を読んだよ。ネズミが動かなくなったそうだが、飯田さんがお掘りになった虎はどこにあるんだい？うん。前の虎屋の、二階の手、ほほう。飯田さんが掘ったという虎はあれか。おい、二代目。お前のお父っんは大工の方では名人と言われた人だが、お前から見てあの虎、どう思う？そうっすね、おじさん。あっしはまだ若造の駆け出しですしね。それほどの腕もありません。あれだけの仕事をしてみろ、掘り上げてみろって言ったら、これはできねえや。だけど、見る目だけは持ってるつもりだ。腹の中からのデークですからね。まあ、あっしが見てあの虎、それほどいい虎とは、思えませんがね。そう思うか。ええ、虎っていうのはね、
聞いた話ですが、成長して体に貫禄が出てくると、額のところに王という縞模様が出るそうですね。王刀の虎ってやつだ。あの虎にはそれがね、貫禄が感じられないね。お前もそう思うか。私もそれほどの虎ではないと思う。あの虎は目に恨みを含んでる。飯田さん、心が動いたな。おい、ネズミ。俺はお前を掘り上げるとき、世の中の何事も忘れて魂を打ち込んで掘り上げたつもりだ。お前、あんな虎が怖いかい？え？あれ虎ですか？あっしは猫かと思った。伝説の彫り物師左甚五郎が登場するネズミをやらせていただきました。このお話はもともと浪曲の演目でしたが、三代目桂幹助さんがそれを脚色して落語に仕立てたのが最初で、初演は1956年、昭和31年で、当時は甚五郎のネズミというタイトルだったそうです。三代目幹助さんは以前ご紹介しました五代目小三さんとは義兄弟の杯を交わしたほどの親友で、本名も同じ小林さん、亡くなる3年前の55歳の時に生まれたご自身のご長男にも小三さんの本名と同じ森尾と名付けたくらいの仲だったそうです。その長男は小三さんのお弟子さんとなり、後に四代目幹助を襲名しました。またこの三代目は当時それほど注目されていなかった屈指の人情話芝浜を演じて名作に仕立て上げたことで、芝浜の幹助とも呼ばれています。芝浜はとても素晴らしい作品ですので、いずれ僕も挑戦してみたいなと思っております。いずれ。というわけで今回はこの三代目幹助さんの講座と、親しみやすい語り口の滝川理章さん、力強い口ぶりが魅力の入船亭仙遊さん、そしておなじみ桂歌丸さんの講座を合わせて構成いたしました。途中の家光公の掘り比べの下りは理章さんの講座から拝借しております。で、左甚五郎に関してはお話の中であらかた説明していますが、実在していないという説もありまして、存在自体がまさに伝説の彫り物師ですね。甚五郎の手によると言われている作品は各地にありますが、中でも日光東照宮の眠り猫が有名です。ただ全国の甚五郎作と言われる作品を集めて、その活動期間を計算すると300年くらいになるそうなんですね。そのあたりが伝説たるゆえんなんでしょう。左という性についても、その左利きだったという説以外にも、その才能を妬まれて右腕を切り落とされたからだとか、古来より右に出る者はいないという意味があるとか、これもはっきりしません。だから伝説なんですね。一方の飯田丹下ですが、現存する作品もなく、こちらは架空の人物と思われます。またこのネズミのお話の中で、丹下は自分で虎を掘らずに弟子に掘らせて報酬だけ受け取ったとするものもあるそうですが、今回参考にさせていただいたどの話家さんの講座もそういう筋書きにはなっておりませんでしたので、あくまで丹下は自分自身で甚五郎に個人的なリベンジを図ったという内容でやらせていただきました。
最後に仙台の七夕についてちょっとだけご紹介いたします。仙台七夕祭り協賛会のウェブサイトには、伊達政宗公の時代より続く日本一の七夕という見出しがあります。何がどうして日本一なのか、そのあたりを検証し出すと話がとんでもなく脱線するでしょうから、そこまでは触れませんが、初代仙台藩主の伊達政宗は戦国時代から江戸時代初期の人ですから、少なくともその頃の仙台ではすでに七夕の行事が行われていたということになります。ただ特徴としまして、仙台の七夕祭りというのは青森のねぶた祭り、秋田の竿燈祭りといった同じ東北の祭りでも邪気を払って厄除けと無病息災を願うというものではなく、田んぼの神様をお迎えする行事なんだそうですね。昔から周期的にこの地方を襲う冷害を乗り越えようと、その年の豊作を田んぼの神様に祈って、仙台の七夕祭りを発展させてきたという歴史があるようです。毎年8月に行われる仙台七夕祭り、今年は残念ながら中止となってしまいましたが、来年はまた盛大に開かれるといいですね。さて、音声品質がいきなり変わったということはゲストの方の登場でございます。9月にお届けした金明地区で福岡の黒木香織さん以来となります。今回はこのネズミをリクエストいただいたデザイナーの楠川博之さんをお招きしまして、東京とお電話をつないでおります。今回もお話の感想については一切聞いておりません。お呼びしたところでボロクソ言われたらすぐさま電話を切ろうと思っておりますが、楠川博之さんです。こんにちは。はい、こんにちは。楠川さん、まあ、僕は勝手にクスピクスピと呼んでるんですけども、クスピとは大阪芸大映像学科の同期でして、大阪で知り合ったんですよね。そうですね。お互い早生まれなんで当時18でしたね。そうですね。うん、もう早いもんで。もう早いもんで、もうお互いいい親父になりましたけどもね。いい親父になっちゃったね。僕が学生演劇をスタートさせるきっかけとなった劇団を旗揚げして、そのお芝居に出演していただいたんですけども、まあいろいろあって、その劇団は旗揚げ公演のみで解散となっちゃったんですけども、で、その3年後に僕は大学を辞めちゃったんですが、クスピはちゃんと卒業したんですよね。一応ね、5年かかったけど。ああ、そうなんだ。じゃあ、でもちゃんと、卒業、かかっても卒業したんだから偉いよね。いやー、なんかちょっと親には申し訳ないよね。まあ芸大はなんかしんないけど金かかるもんね。ね、あれどこにお金かかってるのか全くわかんないけど、うん、そうだよね。ねえ、ぼったくり、まあ使えないかな。ぼったくりだよ。現在は東京でそのデザイナーとして、まあ大阪にいた頃からいろいろイラストとかね、そういうのをやったりとか、造形っていうのもやってたよね。そうだね。だから結構割と今やってる仕事はそれの延長線上に近いというか、うん、まあむしろそれを武器にして今やってるって感じかな。具体的にはどういうような？テレビの、セットとか、まあイベントの美術とか、うん、まあ美術屋さんなんだけど、よく言われるのは大道具さんですかって言われるんだけど、大道具さんではなくて、全体の、イメージをデザインして、で現場でそれが出来上がっていくのを、あるまでこうでもねっていうのをやる。なるほど。つまり自分で殴りを持ってこうトン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 やるというよりも、プランニングをしてデザインを考えて、それを、まあ、技術屋さんの方にこう依頼して、それを全部プロデュースするっていうような感じだね。だからアートプロデュースをする会社のデザイナー。なるほどなるほど。うん、そうか。で、そういう楠川くん、クスピに今回はネズミをリクエストいただいたんだけど、どうしてネズミだったのかな。左甚五郎が出てくる話大好き。そこか。そうなんだよね。で、割とあの人も職人だから、もちろん言われた仕事はきちっとこなすっていう仕事として仕事をこなすっていうことをするんだけど、人情にほだされて、本来仕事じゃないものまでやるっていうところが、俺は結構シンパシーを感じていて。なるほどね。
なんか物作る人間って、まあ、プロだから、うん、特になんかね、関西人のなんか思惑としてはさ、うん、東京に行くには大阪でそれなりに、なんて言ったらいいんだろう、レベルが高いことをしてないと通じねえみたいな感じの面持ちってあるじゃない思い込みなんだけど。うん、で結構いろんな武器をあちゃこちゃから引っかき集めて武装しまくって東京に乗り込んでくるんだけど、うん、意外とそんなことをしてる東京の人って少なくて、うんうんうん、なんか勇み足というかね、うんうん、そういうのも含めてなんか、うんうん、あちょっとこういうなんだろう、もっと東京の人ドライだから例えば、まあ、これなかなかねちょっと理解してもらいにくいんだけど、うん、例えば俺らの共通の言語で言うならばお芝居ってあるじゃない、はい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 、でお芝居のフライヤー、まあ、要はチラシっていうかビラね、うんうんうん、があるじゃない、はい、あれ例えば、大阪のデザイナーだったら例えば、うん、文言キャッチコピーも考えて、うん、で、フライヤーの表面に写真であれば写真を切り抜いてレイアウトして印刷屋さんに持ってってっていうのに大体一人でやっちゃうじゃん。そうだね。今でもそうなのかな、うんうん、まあ、それはコンピューターが使えるようになったから、ね、うん、あるんだ。だいぶね、うん、変わってきたよね、昔と。そうだね、うん。で、本当はそういう仕事って、例えばフライヤー1枚作ろうと思ったら、うん、まず、仕事から文章まで考えるプランナーが一人いて、うん、で写真を撮りたいってなったらカメラマンを連れてきて、で衣装さんが必要なんだったら衣装を連れてきて、うん、でそこにちょっとしたロゴとかがいるんだったらグラフィックデザイナーを連れてきて、うんうんうん、で最後にはレイアウトをして印刷所に回すっていうので、うん、大体ね4人ぐらい関わるんだよね、うん、はい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 、はい、うん、でも大阪の人間って割とそのあたり自分でやっちゃう、まあ、もしくはカメラマンが一人いればあとはなんとかやっちゃうみたいなデザイナーさん結構いるんだけど、うんうんうん、東京は割と本当にそれが分業化されていて、まあ、プロの仕事だったらなおのこと、うんうん、だからなんかそれを一気にできて、しかもイラストまで描けるデザイナーって実はそんなにいなくて、はあ、うん、だから俺に頼むと例えば、フライヤーから例えば舞台の美術、うん、でパンフレットで写真はまあ、プロのカメラマン入れるとしても、それ以外のことはなぜか全部できてしまうみたいな働き方になってなかなかいないんだよね。クスピは大阪芸大知り合ったって言いましたけども、関西の出身だもんね。そうね。これは言っていいのかな、和歌山だよね。うん、そうだね、うんうん、実家に帰ってる、うん、いやー、このコロナで帰りたくても帰れないね。そうだよね。いやいやいや、うん、ちょっとネズミの話に戻るんですけども、うん、左陣五郎、そう、このネズミを僕はもう一回どんな、その、ま、何人かの話し家さんの参考にさせていただいたんだけども、うんうんうん、まあ、歌丸さんとか、あと、前のミキスケさんとかなんだけども、うんうん、そうだね。うん、これ、やっぱり、左陣五郎の人柄っていうのがすごくポイントになってるなっていう。そうだね。うん。まず最初にずうずうしく、まあ、ずうずうしくもしっかりした子供にも、そのネズミ屋にあえて泊まる。で、話を聞いて、じゃあ、よし、掘ってやろうっていう。うん。うん、そこが、後で登場する、ライバルの。いや、丹下ね。あ、丹下。うん。うん、その丹下は、邪神、横島の心がやっぱあって、ね、自分のリベンジ、うんうん、で、これは話の終わった後にちょっと言わせてもらいましたけども、うん、丹下は人に凝らしたっていう話もなんかあるらしくて、弟子に凝らせたって話もね、うん、ただまあそこはちょっとフェアであってほしいなという僕の希望的観測も込めて、ただそれをやっぱ見抜く陣五郎、うんうん、っていうその人柄っていうのがやっぱり、うん、っていう部分もそうだし、うんうんうん、でまあちょっとファンタジックな話ではあるんだけども、うんうん、なかなかアクスピはそういうの結構好きなんだね。いだね。うん、やっぱりなんだろう、やっぱり落語で一番面白いのって人情ものがやっぱり一番面白いと思ってて、うんうんうん、単純にね、うん、まあ、25週もやらせてもらうと、今、テレビ、まあ、テレビだけではほとんどもう落語やることはなくなったけども、うん、どうしても、
いわゆる落とし話、ゲラゲラ笑える、しかも短いものっていうのがどうしても尺があるんで、ただ本当に、しっかりとした、例えば、人情話もそうだし、怪談話なんかもそうだけども、しっかりとした5時間とかあるやつもあるんで。あるね、あるね。だから、そういうのも YouTube なんかでは、このいいところは、途中でちょっと今日は寝ちゃったってなったら、いつでも再生ができるんで。そうだね、うん。あ、それで思い出したよ。うん、俺、落語聞き始めたのって、うん、多分ね、小学校3、4年生ぐらいだったんでね。テレビかい？いや、それがね、テレビじゃないんだよ。ラジオなんだよね。ラジオか。うん、当時、そのうち実家が電気屋なんだけど。あ、そうだったの？そう。子供の部屋にテレビ置いてくんなかったのね。はい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 、はい。で、カセットテープを聞いたりするのに、うん、まあ、ラジオ付きのカセットテープデッキあるじゃない？はいはいはい。うん、あれを、与えてもらうことはあったんだけど、テレビは子供の部屋に置いてくんなかった。で、ある時、あれ、インフルエンザだったかな、なんだったか忘れたんだけど、うん、風邪ひいて、寝てる時に、うん、目は覚めてんだけど、うん、熱でだるい、起き上がれない、うん、でも眠たくならないから、うん、何かその、頭の中はしっかりしてるのに、うん、何かしたくても、うん、何もできないっていう状況があるじゃない。うん、しんどい時だね。うん、そうそうそう、うん。で、その時になんかこう、話し相手が欲しいみたいな感じで、ラジオパッとつけたらたまたまやったのが落語だったんだよ。ちなみに誰の何って覚えてる？これはね、覚えてない、さすがに。髪型の、うん、髪型落語だと思う、多分。ただそれね、1時間とか2時間とかやってたと思うんだよな。昔は結構ね、やってたやってた。やってたね。だって僕、うん、しじゃくさんの、子供の頃に、しじゃくさんの、うん、夏になると怪談話なんかやってて、四谷怪談、うんうん。あれ、ぶっ通して、上方落語の人が四谷怪談やるっていうの、今考えたら不思議なんだけども、そうだね、あれをぶっ通して1時間、花王名人劇場でやってたのを覚えてるんだけども、うん、あ、本当、そういう時代がまだあったんだよね。そうだね、あったね。うんうん、今はなんかもう、そういうのじっくり聞いてやろうっていう、なんかこう、時間軸がせかせかしてしまっていて。なんかね、余裕なくなっちゃったよね。うん、でも、うん、やっぱり劇場に見に行ったことある？聞きに行ったこと。劇場はね、一回だけ行ったことあるんだよね。それは覚えてる？誰の？それはね、大阪の、うん、天満宮。うん。の前に、繁盛亭。繁盛亭ね、あ、じゃあ、うん、割と、新しい方だよね、できたの。うん。うんで、なんだろう、仕事の方では、さっきちょっと聞いたけども、うん、今、実際にクスピがやってるお仕事自体に、コロナの、今のこういう状況下の影響っていうのは、ダメージみたいなのは受けてるの？やっぱあるよね。うん、仕事減ったとか、うん、仕事が減ったのは、仕事はもう間違いなく減ってる、ね。あ、そうか。うん、ただ、イベントで飯を食ってる人たちっていうのは、どうにかしてやっぱりイベントはしなくてはいけないから。そうだね。うん。うん、だから、それを例えば配信っていう形に切り替えたり、うん。それこそ人を入れないで、何か違う方法でやってみたり、うん。うん。で、割と本当に、みんなどうやってこれ、南極乗り切ろうかみたいなのがあるよね。うん、僕も、配信っていう、リモートでやるっていうのは、うん、まあ僕は、どうしてもお芝居って生にこだわっちゃうんだけども、うん、ただ、あくまでも、今、火を消さないために、ろうそくを継ぎ刺し継ぎ刺ししてるようなもんであって、やっぱりいつか戻らなきゃいけないと思うんだけども、うん、そうだね。その着地点がやっぱ見えないし、うん、あと変わらなきゃならないことももちろんあると思うんだよね。うん、うん、そうだね。うん。でも演劇の根本的なスタイル自体が変わっちゃうとこれはちょっと違うし、やっぱりそれは音楽家の方もそうだと思うんだけども、うん、何でもかんでもリモートにすれば解決するって問題でもないと思うし、うん、人間しかやっぱりこういう娯楽を楽しむっていうのは人間しかない豊かなことだと思うんで、そうだね、うん、そこで泣き笑いっていうのを
経験するわけだから、体験するわけだから、うん、だからなんかあれだよね、うん、よく俺らがよくあんまりさ、こういう話するのもちょっとどうかと思うんだけど、うん、例えば、世界中で戦争が起きて俺らが巻き込まれたとするじゃない、うん、そうするとこういうものを作ってるとか、うん、人を楽しませるっていうことで対価を得て暮らしていく人間って、うんうんうん、真っ先にいらないっていう落語をされるねっていう話ってよくするじゃない、うんうん、でもさ実際にこれが、1年とか2年とか経ってくると、うん、こういう人たちがいてくれないと精神的にやってらんねえよなっていう人たちが増えてくるっていうさ、なんかサンプルケースみたいになったような気がすんの。そうだね、戦争中は慰問隊みたいなのはあったけども、うんうんうん、なんだろうな、まあ、当然例えば行政 の、 経済的な援助扶助っていうのはもっと大変な人たちがいるからそうだ、ね、とても、ま、胃の一番にとはならないのはこれは理解してるつもりだし、うん、ただ劇場さんもそのただ経営があるんで、このままやらないっていうことで終わってしまうとやっぱり廃れていく一方なので、そうだね、うん、今はすごく大変な時期だけどもいろんな工夫をしてとにかく演劇とかそういうライブの表現っていうものから、うん、人が離れないように しておくための工夫としてリモートがあると思うんだよね。そうだね、うん、だから僕が今こうやってやってるのもまあ、週に1回っていうのはかなり無謀なんだけどもそうだよ、ね、でもほら、うん、覚えなくていいんで。ああ、そうか。うん。一応、原稿は全部作るけども、聞いて作るけども、自分なりに構成はするけども、まあ、で、一応練習はするんだけども、自分なりに。で、収録にするんだけど、編集もできるし、見えないことで週に一度は可能なんだけども、本当にちゃんとお客さんの前でやろうと思ったら、それは、週一なんて絶対無理だから。そうだよね。そうだよね。うん。いや、大したもんだと思うよ。いや、やっぱ続けることだなと思って、意地でも続けてやれと思って。うん。なので、で、お客さんというか、この聞いてくださってる方も、まあ、言っても、そんな100とかだし、うん、そんなまだまだ弱小のコンテンツだし、僕自身も別になんかチャンネル登録お願いしますっていうことを言ってるわけでもないので、聞きたい人が聞きたい時に暇つぶしに聞いて、だって素人落語だしね。そうだね。そしたら、ありがたい意見とかメールをくださる方もいらっしゃるんで、あ、そう。うん、うん、しかも渋いの好きだなみたいなこれに来たかみたいな、ね、でもなんかね聞いてて思ったのはね、うん、工藤の声がね落語に向いてるねあそう、うん、キャラクターの出来上がってる声というかさ、ああもうね若い時に劇団にいた頃にしごかれたんでね、まず声を出せうん、声というか、まあ、声質なんだね。声質、これは持って生まれたもんだから親に感謝なんだろうね。うん。自分ではよくわからないんだけど。だから本当になんか、工藤が落語をやり始めたっていうのは、うん、まあ、きっかけがどうだったかわかんないよ。ただ俺ももしかしたら投資したからかもしれないけど、うん、どんなことやっていったらいいと思うって、ずいぶん前に工藤が、なんか、うん、相談めいたことをしてきたときに、うん、試しに落語やってみたらみたいなことを言ったんだよね、うんうんうん、まあ、そしたらそれを形にしてきて今25週目っていうのって、うん、あ、なんかやっぱりやる継続するっていうのってすげえなと思いつつも、実際にやってみようってゼロから1にするっていうのもなかなか難しいことだったりするじゃない、うんうんうん、そうだね、だからすごいなんか素晴らしいことをしてんなと思って、うん、で改めてその今回こうやった形で呼んでもらえるって話になって、うん、リクエストをっていう話になったもんだからネズミをお願いしたんだけど、うんうん、聞いててねやっぱね声がすごい良かったね、うん、あ、そう、うん、あんまり使い分けとか演じ分けっていうのは意識してないつもりなんだけども、うんうんうん、ただちょっと分からない方のために説明をっていうのは自分なりにはまあ前後もちょっと含めてネタだけじゃなくてでなるべく分かりやすく分かりやすくっていう風にっていうのは
勤めて、落語っていうのは、やっぱりどうしても専門用語も出てくるし、あと、昔の話なんで、昔のこと、言葉が出てくるんで、今使わないフレーズも出てくるし、そうだね。うん。だからそこは自分なりに構成をしたつもりなんだけども、ただ、あんまり長すぎると、聞く人ももういいわってなっちゃうし、その辺のバランスは。ネズミぐらいがいい。うん、販売でしょ。うんうん。うん。そう。うん。なんか面白いのは工藤の声が、うん、普段喋ってる声もそうなんだけど、うん、おっさんのようでもあり、ばあちゃんのようでもあり、で子供のようでもあり、うんうんうん、っていうそのなんか普段の声のトーンが、うん、わざわざ声色を変えなくても、うん、聞き取り方一つによっては本当にどの世代のキャラクターでも思い浮かべられてしまう声だったりすると思うね。そう言っていただけるのはすごく嬉しいけども、それはね、うん、聞いていただく方の想像力がやっぱりあるからだと思うんだよね。ああ、そういうもんなのかね。で、落語っていうのはやっぱり、5割演者の力があれば、残りの5割はお客さんの想像力で、うん、で構成されてると思うんですよ、うんうんうん。で、今度ちょっとまた無謀なこともやろうと思ってるんだけども、いろいろと、うん、考えてるんだけども、うんうん、どうせこういう声でしか、今更こんなおっさんが出ていて、映像を見てたところで、多分、うん、あんまり面白くないだろうから、やるんであればこのスタイルで、いろんなものをやってみたいと思ってて、で、落語っていうのは、クスピが好きな人情話もあれば、みんなが知ってる滑稽話もあるし、それからあと、落語から派生して、あるいは、そっから派生したものとして、浪曲とか、うん、そうだね。うん、講談とか、うん、そういうものもどうしても必然的に調べていくと、やっぱ聞かなきゃいけないんで、うん、聞いてないで、あだこだ言うのはもう最悪だから、自分でやっぱ聞かないと、なるほどっていうのを、なあ、そうか、で、この師匠は、ここは、自分の中では生意気だけども、ここはちょっともうちょっと、遊んでもいいんじゃないかなとか、そういう風にして、作っていって、それで、あとはもうお客さん、聞いていただく方の、想像力に全部委ねるっていう形をとっていて、で、やっぱりね、共にプラスなんだよね、そうだね。作る方も楽しいし、お客さんも聞いていただく方も、想像力のいい訓練になるんで、そうだね。今、なんか、目で見えるものしかわからないみたいな、うん、ああちょうどね、うん、その話をしようと思ってた。あ、そうなん、昔、うん、俺もお芝居やってた時に、うん、俺が作演をしたお芝居を見に行ってもらった時にさ、うん、オープニングに、ビデオを使ったんだよね、うん、そしたらそれ見終わった後に工藤に言われたのが、うん、演劇を見に来てるお客さんはそんなのなくても想像でちゃんと見てくれるんだから、そういう映像を使ったりするのがちょっとどうかと思うって言ったことがあるのね。俺が言った。そう。でもさ、これ悲しい話というか、実際に小劇場がじゃあ例えばオープニングでスクリーンつって映像を映画のオープニングのようにバーンとタイトルロゴを入れてみたいな、で、まああれからなんだかんだで20年近く経つんだけど。うん、いまだにやっぱり、スタンダードとして生き残ってきちゃってるっていうのがあるじゃない。そうするとさ、本当に、うん、役者が音一つ、例えば、音楽を使わない。うん、本当に喋ってるだけ、うん。なんだったら登場人物二人だけだったり一人だけ、みたいなお芝居だってあるんだけれども、うん、世の中のお客さん的には、うん、今さ、こう、なんだろうね。それがスタンダードだから。スタンダードになってきちゃってて、うん、でそれこそ本当に2.5 次元なんていうのが流行るようになって、うん、で今までお芝居見たことなかった人でも 2.5 次元っていうものはちょくちょく見に行くんです。あ、なるほど。2次元と3次元の間ってこと。そう、だからアニメのキャラクターに扮したコスプレをして、うんうんうん、舞台の上でそのアニメのキャラクターのセリフをそのまんま言うっていうお芝居なんだけど、うんうんうん、お客さんはそれで喜んだりするっていう意味では、それすごく心にちょっと痛く響いちゃうんだけども、うんうん、難しいところで、うん、芸能古いものってやっぱり変わっていくもんだと僕は思っ
ってるんですよ。いつまでも古さに、伝統にこだわっていても仕方がない部分っていうのもあると思うんだけども、でも、伝統として残しておかなければならないもの、言葉の美しさであったりとか、季節の、例えば、落語っていうのは、例えばこの間目黒のさんまをやったんだけども、秋になればサンマ、今サンマ高くなっちゃってるけども、金さえ出せばネット注文でいくらでも今、秋じゃなくても食べられるじゃない。で、季節の変わり目っていうものも、なんていうのかな、昔の人がその感じた、その何かを見て、あるいは何かを食べて、季節を感じるっていうことが、粋だったり風流だったわけじゃない。で、この風流っていうのも日本人独特の感覚なのかもしれないけども、これって良さだよね。そうだね。うん。そういうのを、なんていうのかな、感じられるのが落語であったりとか、まあ、落語以外の芸能もそうだけども、で、そういうのを無視して、新しいもの、新しいものっていうふうに変えていくことが決して良い、雑に変えちゃいけないってことなんだよね。そうだね。うん。しっかりと、まあだから結局のところ、その想像力と勝負しないでクリエイターぶってんじゃねえよって俺は言われたような気がしたんだけど、でも、なんかね、それはいまだにずっと俺の中で何か作るときに、やっぱ残ってるね。失礼しました。いや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 、どの口が言うとんだよ。いやいや、でもそれってさ、いろんな経験をした上で、最後にそこに集約するんだったらいいけど、今、その年齢で、その経験値で、そんな手近なところで簡単に魔術使うんじゃねえよみたいな、なんかそういうことを言われたような気がして、なんだろうね、俺も工藤もさ、割とそういう意味ではさ、不器用じゃない。そうだね。さっきのさ、それこそ何落語を一個覚えようと思ったら、浪曲が出てきて、で、それも聞いていかなきゃいけないし、みたいな。本当は落語だけスパッてやることだってできるわけじゃない。でも、その前後関係にある背景とかをちゃんと理解してやんないと、俺は気持ちが悪いんだっていうことじゃん。そこの整理の問題じゃない。だからなんかね、それをすっ飛ばしてやってるように見えてしまうものに拒否反応ってやっぱあるじゃん。それはいろんな落語だけじゃなくて、まあお笑いでもそうだけども、得点だけもらいたいためのアジストが何もないっていうか。そうだね。まあだからこれを、じゃあ俺の今やってる仕事に置き換えると何かっていうと、コンピューターなんだよね。コンピューターで簡単に、イラストレーターだったり、フォトショップだったりっていう、絵の描けない人間でもプロフェッショナルとして活躍のできるっていう意味ではすごくいい道具なんだけど、逆に言うと基本がなくてもできてしまうっていう部分もあったりするわけじゃない？じゃあその基本ができてないっていう部分を、すっ飛ばして面白いものを作るやつっていうのって世の中にはいっぱいいるわけで。いるかもしれないっていうか、いるね。だから結局その、なんだろうな、プロセスっていうものを多分俺らは大事にしているんだと思っていて、自分が咀嚼して出すものに対しては、出来合いのものを食って出してんじゃねえんだよと。いろんなものを食って出した中からこれ出してんだよっていうものがないと気持ち悪いんだよ、多分。おそらく。それは工藤と俺の似てるところかなとも思うんだけど、なるほどね。そうだね。その、プロセスをすっ飛ばして形にするのは今、いろんなツールがあるんで早いんで、誰でもプロになった感覚は確かにできちゃうのが、まあ便利なことでもあるから、それをまた豊かにすることはできると思うからいいとは思うんだけども、ただ、使い方を誤れば、陳腐なものになってしまうっていう、そうだね。ところがあるよね。だから、やっぱり、アイデアだったりとか、その、工夫であったりとかっていう、そういうことにやっぱりそういうものがないで、誰かのものをコピーするって、大学の論文なんかでもそうだけども。よくやったけどね、俺らもね。いろはだよね、それって。それが無視しては、本当に聞く人に、あ、これはいいな、俺は好きだな、って思わせる、思っていただくものはやっぱり生まれないと思うんだよね。そうだね。しかも、もう人類の歴史が始まって、芸術の歴史っていうのももう古いわけじゃないですか。
で、その、同じような音楽だったりとか、同じようなお芝居だってあるでしょう、ストーリーも。でも、いろんなところで人が、まだ、新しいものを生み続けることができるっていうのは、やっぱ無限なんだなって思うし、そうだね。うん。で、落語はやっぱりね、便利ですよ。著作権ないんで。そうだね。僕らはほら、大学10代の頃から知り合って、うん、もう離れてる期間の方が長いじゃない。そうだね。うん、で、みんな同期の人たち、その頃お芝居やってた人たち、物を作って、お芝居だけじゃなく、て、物をクリエイトしてる人たちで、うん、家庭を持ったりとか、いろんな事情で、辞、うん、めてる人もほとんどだよね。そうだね。うん。でもまだ何かを作り続けているっていう人がいるっていうのは僕はすごく財産だなと思ってて、いい仲間がいるなって思っていて、うん、もちろんその、うん、続けてないからその人がもうダメだとかっていうことではないんだけども、うん。うん、ただ今でも続けている人がいるってことは、やっぱ嬉しいんだよね。ね、特に女性なんかは結婚して子育てに入っちゃうと、もうお芝居どころじゃないだろうから。そうだね。うん。それはまあ、致し方がないというか、だって別の幸せを手に入れてるわけだから、それは素晴らしいと思うんだけども、うん、クツピもね、家庭を持って、うん、今度は、あれだよね、理想論ばかりじゃなくて、養うためにやらなきゃならない仕事もあるよね。そりゃそうだよね。うん。学生とはちょっと違うよね。うん、そうだね。うん。なんか、無責任に仕事はできない。っていうのはやっぱあるんだね。うん。うん。まあでもね、うん、今、うちもちょっとしたまあ問題があるといえばあるんだけど、うん、固定制度っていうものがもう成立しなくなってきちゃってるんだよね。ごめん、何制度？固定制度。ああ、固定ね。うん。うん。で、例えば会社の中で、例えばその後輩ができて新人で仕事のやり方を教えてってなった時にさ、これ前にホリエモンがなんかちょっとそういうのメディアで言っちゃったら突き上げ食らったんだけど、寿司屋さんで10年修行してみたいな、もう非効率なことやめようぜっていう話あったじゃない。知らない？言ってたね。うん。そう。で、3日ぐらい寿司屋の修行でガチで覚えられれば寿司屋なんて誰でもできるんだみたいなさ、話があったりするんだけど、確かにそれは一理ある部分と、うんうん、で、一理ない部分ってあるじゃない？あるね。うん。でも、例えば仕事のやり方で、これが先輩の悪いところでもあるんだけれども、自分が今手一杯になってる重荷の部分も、勉強になるからって言って後輩に渡す。っていうので言ってしまえば、いや、だったら最初からそいつに仕事させてやれよって思うんだけれども、そうじゃなくて、これ勉強だからって言って自分の重荷を背負わせるっていうので、今の若い子たちに見抜かれてるんだよね。ああ、そういうもんなのか。そう。だから、いや、それは僕いらないっすってはっきり言っちゃうし。あ、そういうことね。はい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 。うん、で、なんだったら、いや、それ以外の仕事の部分で必要なことだったら覚えますけど、これって感情論の部分だったり、そこって別に業務と関係ないっすよね。定期で言っちゃうんだよね。だって、そうだよね。そこに持って感情が今度、この野郎なんだったってなっちゃうとパワハラになっちゃうから。そう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 。だからなんか今の若い子の方がクレバーなんだけど。ドライだよね。クレバーでドライ、うん。ドライ。うん。そうだね。合理的なんだよね。合理的だよね。うん。うん、ただ、アートの世界とか、その表現の世界っていうのは、うん、合理的じゃない、あるいは理不尽なこともあると思うんだよね。うん、うん、うん。そうだね。クスピも、そのアート表現のことをやってるから、うん、不条理だと思うことはたくさんあると思う。いや、もう死ぬほどあるよね。そこから学ぶことっていうのはすごくあって、でも、まあ、ね、今でもこの野郎っていうのもあるだろうけども。いや、いっぱいあるよ。いっぱいある、いっぱいある。うん。どう考えたって、あの時にこっち側がいいですって言ったものよりも、俺の作ったやつの方が絶対良かったよなとかっていうのがあるし。うん。でも、その、先輩を立てなきゃみたいなところもあって、だしあるね、うん、でその悔しさが逆にバネになるっていう、そうだね、それはあるある、うん、だから悔しければ自分が独り立ちした時にそれを逆転させてみなさいよってだけの話だったりするんだけど、そうだね、うん、本当に力のある人とかっていうのは人徳もやっぱりあると思うんで、
自然と人を集めるんだよね。そうだね。もっと聞きたいです、話を聞きたいですとか、うんうんうん、そういう人はね、ご飯行きませんかとか、向こうから言ってくる若い子もいるんだよね。中に、うんうんうん。だから全部10杯人からげにしちゃうのは、これは間違いなんだけども、これは僕も気をつけてるんだけども、うん、僕よりも年齢層がだいぶ上の人たちが、最近の若いやつは、つって10杯人からげに若者を刺しちゃうのは、これ良くないなと思うんですよ。うんうん、僕らだっておじいさんおばあさんたちは10杯人からげにして、年寄りたちは、みたいな風に言ってるのと一緒だから。でもその人たちの中にはみんな個性があるんだから、うんうんうん、そこをちゃんと見ていかないと、やっぱり失礼だと思うし、たとえそれが下であっても。うん、で、才能がある子、それから伸びしろがある子っていうのを育てていくとか、っていう責任も今度は生まれてくると思うんだよね、僕ら世代になってくると。じゃあ、これがさ、そこ一番悩むよね。なんか結局、育てていかなきゃならないっていう概念が、ありがた迷惑に感じてる世代っていうのがもういるわけで。はい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 。うん、で例えば今の子だったら、うん、そのちょっと例えばやり方が分かんないってなった時に、うん、先輩に聞くよりも YouTube 探した方が早かったりするわけ。聞かないんだよね。そうそう。そうすると自分に都合のいい自分が一番効率の良さそうな手法を探すことに長けているから、うん、そんなの先輩に聞かなくても YouTube 見たらスマホいじってんでね結婚してね、うん、だからそこを認めてあげるのも一つこっち側としての成長の仕方なんかなっていうのは最近すごく思うよね、うん、まあもちろん時代がこんだけスマホが普及してたらうん、もうネットで何か調べるっていうのを否定しても仕方がないと思うし、そうだね。うん。いちいち俺に聞けよって聞かないからって、こっちがふてくされてるのもみっともないし。そうなんだよ。うん。で、もう、俺はもう、来るもの拒まず、ただこっちから行かないようにはしてるんだけども、教えてくださいって来たら教えてあげるけども、あるいはただ事故につながるっていうんであれば、うん、それはもう、厳しく言うけども、うんうん、僕の経験上それは危ないっていうことであれば。そうだね。うんうん、だから俺もアドバイスするんだったら、うん、自分が怪我をした経験のあることとか、うん、失敗をしたことのあるやり方だったりっていうときには、うん、ちょっと待って、ちょっと待ってっていうのは言うけれども、うん、そうじゃなければこっち側からわざわざっていうのは確かにあるよね。うん、多分ね、クスピなんかもね、言い出したら多分止まらないと思うから。いや、もうこれすげえ長いからね。で、またね、クスピはね、なんかね、説得力あるからね。あ、そう。うん。だからね、先輩から、クスピという先輩から言われたっていうので、プレッシャーを受けちゃうかもしれないから。でも、クスピなんかほら、ちゃんと形を残してるんで、仕事を。うんでまあ、僕は最近のはクスピの作品は見てないけども、どういうことやってるのかってわからないけども、いろいろ、作品、Facebook に上げてたりするのは見てるけども、ありがとう。ユニークだし、やっぱり緻密だなと思うし、うん、うん、あと、あれだね、凝り性だね、ほんとね。そこはね、もうしょうがないよね。うんうん、神経質なぐらい凝り性だなっていうのは、それも俺もまあ似たところはあるのかなって。うん。うん。うん、いや、そうだと思うよ、うん。でないとね、いきなり浪曲聴いてみようとかって思わないよ。やっぱり、なんだろう。そこはやっぱ好きなんだよね。うん。うん、それでしたら浪曲聞いたら今度面白くて何やぶし的な芝居やらないでくださいとかって言われて、うん、何やぶしいいじゃねえかって浪曲いいんだよってうんそうだねそのうちドドイツとかやり始めたりするかも、うん、そうそうなーとかってなんかドドイツ気づいたら無意識に口ずさんだりするから、うん、そうだね俺もちょっといや思ってるんだけど僕のそう、ね、僕がこだわってるのはやっぱりその風情、行きっていうのがあって、うん、だから東京で暮らしたことはないんだけども、うん、なんちゃって江戸弁を使ったりとか、うん、まあ、今回は仙台が舞台だけども、うん、そうだね、うん。
で、関西弁も、まあ、僕は関西人じゃないんで、なんちゃってだけども、それでも今やらせて、上方落語もやっぱ触れ、やらないわけにはいかないんで、やらせてもらってるんだけども、あの、関西の方が、あの、そうじゃない人が関西弁を使うごとに抵抗があることを承知の上でやってるんだけど。そうね。うん、でもまあ、16年もいたわけだし、あの、そうだね。うん、やっぱり僕なりの、僕の、あの、か、見た上方落語の、うん。うん。ただ、そうだね。だから、あの、どこね、あの、結構ね、米朝さんとか、上方の独特の、その、噺家さんの、それぞれ聞き比べをするんだよね。そうすると、米朝さんってやっぱりあの、すごく、あの、スタンダードをやってはる方だなって思う。ああ、なるほどね。うん。あの、主役さん、弟子の主役さんなんかも、あれをどんどん崩すんだけども、ああ、そうだね。米朝さんは崩さない。うん、東京の落語でもそういう方いらっしゃるんだけども。あ、そうだね。うん。で、崩せばいいってもんでもないし、崩さなきゃいいってもんでもないって、このバランスがまた難しいんだけど。うん、そうだね。割と弟子によって、落ちというか、あの、うん、まあ、落語の場合は落ちって言わない、下げって言うんだけど、うん、あの、下げの、あの、一文を変えるっていうことで、うんね、今自分のものにして落語家さんもいるしね。下げのキーワード自体が伝わらないっていうのもあるんで、使われてない言葉とか意味が分からなければポカーンとしちゃうんで、そうだね。今風に変えたりとか、あるいは最初の枕で説明をしておいて、最後に落ちでその言葉を使うとかっていうパターンとか、いろいろあるんで、ただ、なんだろう、やっぱり古いものでもいいものはあるなって、本当に思うし、僕はあの、クツペみたく造形やイラストっていうことはできないんだけども、ただ喋りだけで、あの、なんとか、こういう表現活動をさせてもらってるんで、最近はあの、頭もね、どんどんあの、物覚えも悪くなってきて。そうだよね。本当に人の名前とか覚えられなくなってきて、ね。あれとかそれとかね。うん、あれそれだよね、本当に。うん。で、セリフもね、だからちゃんと覚えられない。もともとセリフ覚え悪い上に、あの、うん、この間の二人芝居怖かったよ。二人しかいないってことは 50% 俺やってるわけでしょ。そうだよね。そうだよね。で、別役みのるさんっていうのが、あの、不条理劇の第一人者で、またね、ややこしいセリフが多いのね。で、似たようなセリフが多い。わざとそうしてるんだけども。だから、ループするのが怖かったりとか、で、相手、で、自分が良くても相手が間違えた時にフォローもできないから、二人だけだと。で、だから、ゲネプロまでは緊張したんだけども、ゲネプロ終わったらね、意外と7ステージあったから緊張解けたけどもね、やってるうちに、逆に楽しくなってきちゃった。うん、新聞でも、ね、あの取り上げてもらって、あのローカル紙、まあ、北海道新聞っていう地元の、のすごく、まあでも北海道ではまあ一番購読者数が多い新聞の夕刊の一面じゃないよ、あの二面刷りで取り上げられて、で僕らあの、マスクして出たんですよ。そこをクローズアップされたみたいで、なるほど、実は本質はそこじゃないんだけども。でもあの犯罪者として名前が載る前にあの役者で工藤浩二っていう名前が出てくれたんで、あ、よかったね。よかった、ほっとしたわ。あのお父ちゃんの墓前にちゃんと報告された。そうだね、うん、もうね、あのありがたいことに、あの物作るっていうのって発端があって、でゼロから1を作るっていうのってすごく難しいことじゃない。そうだね、で、例えば、その0が1になるっていうのって、一回体の中に取り込まなきゃできないことだったりするじゃん。でももう、さっきの話じゃないけど、ちょっと YouTube で調べてみたらやり方が書いてあって、みたいなのとは違う世界だったりするわけじゃん。だからなんか、これ、この間、ちょっと、まあ、これもまたちょっと話長くなっちゃうかもしれないんだけど、今仕事で、ハンバーグ師匠と一緒にお仕事をさせてもらって、井戸田さん。そうそうそう、YouTube に出させてもらって、で今、井戸田さんがやろうとしている、フェスのグッズのデザインとポスターのデザイン頼まれてやってるのね。ああ、そうなんだ。
で、言ってしまえば、お仕事にも2パターンあって、この先も話したんだけど、結局人間って仕事って言われて、まあ、給料が出ている中で、その仕事を自分の中でチョイスしたときに、やりたい仕事か、やらなきゃいけない仕事かっていうふうに分けちゃうじゃん。例えばよ、工藤が、そうね、酒屋の配達をしてるとします。そしたら、いっぱい買ってくれるんだけれども、毎回注文がものすごい物量になるから、一回やるとすげえしんどくなっちゃうんだよなっていうお得意さんと、一本しかビール頼まないくせに、毎回持ってきてくださいって頼んでくる、ものすごく美人な未亡人がいたとするじゃない ね、そうすると、どっちの仕事もやんなきゃいけない仕事なんだけど、どっちをやりたい仕事、どっちをやらなきゃいけない仕事って分けるかってなった場合、会社としては、やらなきゃいけない仕事よりも、やってほしい仕事としては、その大きな仕事としてさ、いっぱい頼んでくれる会社だったり、そうですね、お店っていうものも当然行ってほしいし、大口やからね、大口に行きたいわけじゃん。でも人情としては、未亡人がビール一本持ってきてくれてるんだったらいいかな。未亡人かどうかはポイントなの未亡人、お前が好きそうかなって言って。ね、そうするとさ、人間ってさ、結局のところ動く道理って、お金か、人情かしかないわけじゃん。で、仕事としてはどっちも正解なわけじゃん。で、人情もなく、ギャラもないって仕事っていうのは一番やったらあかん仕事やん。ギャラ、そうだね。だからそこの見極めをしながら、自分は今この仕事をどっちの気持ちでやってんのか、まあ後になってみないと分かんないことだったりするんだけれども、で、実際に、井戸田さんの仕事はほとんどギャランティーはないわけ。それはこっちが気持ちとしてやってるっていうのと、あとは何者かになるっていうのってなかなか難しいことじゃない。そうだね。これ、よくあるんだけど、だから例えば、その井戸田さんが面白がってくれて、YouTube 出してくれてみたいなのがきっかけで、あいつのデザイン面白いねって言ってくれたりするっていうのも、たまにボーナスとして発生したりするんだけど、まあ、だからといって最初からね、そこを目指すつもりはさらさらなかったんであれなんだけど、やっぱその、なんだろう、お金なのか人情なのかってなった時に、まあ俺左甚五郎の話が好きだったのはそこだったりするんだけど、結局このネズミを掘るっていうのって、これなかなか難しいところやと思うんやけど、俺は掘り師として腕があって、この木の木で掘ったネズミっていうものをお前にあげることによって客が来るぜっていうのって一種のおごりじゃない。そうだね。でも、まあ、これをお代はいらないからこれあげるよっていう後のことが想像ついてやってるっていうのってさ、人情でもあるし、自分のなんだろう、ひけらかしでもあったりするわけじゃない。ここって俺が左甚五郎が好きなところで、で一番最後に、まあ、工藤の、ネズミの最後のオチの方には、飯田丹下が本当は、他にも弟子がいて虎を掘らせてって、あるのと同じように、甚五郎も自分の弟子連れてくるわけじゃん。ここそうだね。二代目を連れてくるよね。そうだよね。で、そういう意味でも、なんかある種自分の残した足跡っていうものをお前見ておけみたいなところも若干あるわけじゃん。そうですね。だからそのやらしさを、なんか実はやらしく感じないようにしてるけども、結構実はやらしかったりするわけじゃん。でもこの左甚五郎ってキャラクターの、その、なんて言うかな、生き方というか、持ち上げられ方っていうのって、俺はちょっとなんか、なんだろうな、将来の自分に重ねていければいいなと思う人ではある。なるほど。同じその、ものを作るデザイナーとして、まあ、彫り物師とっていう違いはあるけども、デザインをして、ものを造形していくっていうことにおいて、甚五郎って、っていうのにシンパシーを覚えた。ね、そうそうそう。平たく言うとそうだよね。
それはね、すごくね、わかる。俺みたいに口だけでこうやってやってるのとは全然違うから。ちゃんとで、造形をしていくっていう作業をされる方の意見だな、考え方だなって思って、今すごくね、拝聴したよ。興味深く聞けた。うん。よかった。うん。というわけで、今回は、久しぶりにゲストさんに、東京から、楠川博之さんとお電話をつないでお話をさせていただきました。それでは皆さん、まだまだ寒い季節、これからが本当にしんどいと思いますけれども、体調には留意していきましょう。というわけで、工藤浩二44歳と、楠川博之44歳でした。